今日は、うん、ママが、うん、新居祝いに、うん、北海道のお土産くれました。お、いいよ。うちらも北海道行ったらね。確かに。見て。やば。カニ。やばいな。これもう茹でてあるから。もう食べるだけなの。もう解凍して食べるだけ。めっちゃうまそうじゃん。値段書いてないの。ちゃんと取られて。ちゃんと取ってある。あと。律儀に。あと何？ホタテ。やば。いいやん。そう。うまそうなんだけど普通に。ホタテこれ何？そのまま食えんの？うん、焼くってこと？焼く。いいじゃん。え、焼いて焼いて。これ5個しかないから喧嘩になるよ。喧嘩です。戦争始まるわ。うん。奪い合い。でも私が作ってるんだから私によこしな。どういうこと？でもダイエット中やん。なんかムチムチになって。最近コメント欄でさ、うん、太りましたとかさ、すごいよ。みんなさ、私の体型そんなに気になる？ブルン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 。ねえ、やめてよ。ブルンブルンブルン。やめて。食べたいだろ。いいですね。うまそうや。あげないよ。冷凍庫に。ハイネケン。なんかよくわかんない。よくわかんないやつ。札幌ビールですかね。最高です。いいですね。いい感じに完成しましたね。はーい。うまそうや。アイスター。俺にもビールついて。うまそうやな、マジで。マジでうまそう。いいよね。じゃあ乾杯しましょう。うん。ちょっと自分の多めに。なんで？着火ししてんな。じゃあ乾杯。乾杯。うま。ビールうま。やば。はい、いただきます。いいな。俺も食べて早く。うわ、いい感じ。熱いんじゃない？ちょっと。どう？うま。うまい。何その手なんて乗せて、え、いつも足立てながら食ってるくせに。うまっ。うまい、うん、さすが北海道やな。え、甘い。あ、マジで俺も食いたいわ。ちょっとあんして。あ、ちょっとあんして。だるあ、俺それ食べる。だるどう、カニ。あんまうまくない。うまくない。何、どういうこと？食べづらいだけじゃないの？違う。味が？味が。マジで？うん。時間経ちすぎた。え、毛ガニってどういう味？なんか毛ガニちょっとね、タラバとはまた違う味がついてた。なんか俺のイメージパサパサしてるイメージあるわ。え、パサパサで味濃くない？あ、そうかもしんない。薄い。薄いな。うん。マーエパン、マーエパンビール。何言ってんの？いい感じ。いいですよ。重そうや、確かに。これに味噌と、はい、本だしとみょうがを入れていきます。はい。本だし、まあ本だし入れたらね、味噌汁っつうもんはね、何でもうまくなるんだよ。まあそれは言えてる。こんなもんですわ。はい、プロですね。もう味噌汁なんてノール。なんかカニうまくね。え、めちゃくちゃうまい。うまいよな、カニな。味噌汁にした瞬間美味しい。うまくなったよね、うん、急に。マジでうまいわ、うん、あんま温められなかったのかな。あ、そういうこと、うん、マジで美味しいんだけど。うまいね、うん、締めとして最高です。ほじくり出してる、めっちゃ、うん、うますぎるわ。美味しいです。美味しかったです。確かにうまかったね、うん、じゃあ寝ます。まだ11時半だけど。おやすみなさーい。は